見上げた空に指で星座を描いた。もう何にも迷いはしない、青春クロニクル。ヒロワザーツイネス、皆さん盛り上がっていきましょう。優しさに閉ざした嘘が、偽りの笑顔も見つくても、うつむいた瞳の奥に僕は感じるのさ、君の声。夢への道が暗い闇で
ですけど、ふーちゃんと一緒にメンテナンス25号というので一緒に活動させてもらってて、まあ活動といっても年一のなんか同窓会みたいになっちゃってるんですけどもっとメンテナンスフェスとかやりたいなとか思ってるんですけど、そういうので活動しているので森フェスに呼んでいただき本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はちょっと私元爆捨て外神田一丁目というアイドルグループに所属してて、卒業して2年ぶりのステージでもう今震えてます。本当にでも今日ふーちゃんが皆さん優しいから大丈夫だよ頑張ってって言ってくれたので、ちょっと2年ぶりに皆さんの声が聞けなくなる前に活動をしていたので、ちょっと今日は皆さんの声が聞けなくて寂しいんですけど、1個だけ声出していい場面を作りたくて、私これ2年ぶりに来たらめちゃめちゃ痩せてて、ちょっとなんかポロリしたら言ってもらっていいですか？本当ポロリした時だけポロリポロリって言ってもらっていいですか？それだけ。それ以外はみんな一緒に拳と笑顔と手拍子でお願いします。ちょっと今ドキドキしてる。本当にちょっと待ってね。よいしょ。本当にね、そんなわけであと2曲ありますので皆さん一緒に盛り上がってください。次の曲はみんな知ってるといいな。それでは聴いてください。 Baby Is Japan さんで夜明けブランニューデイズ。走って
ありがとうございます。皆さん一緒に手拍子とかおいおいとかしてくれて本当にありがとうございます。皆さんの声が聞こえないということは出てないということで、安心してラストの1曲歌わせていただきたいと思います。次の曲は平松夏実のソロシングルとなりますので、今日持ってきてないんですけど、よかったら物販遊びに来てください。それでは聞いてください。ホライズン。待ってるよずっとこの場所から、oh
ので、今日皆さんここ真っ赤になってませんか？大丈夫ですか？あとまだまだラストありますので、ぜひ楽しんでください。それでは以上、平松あつみでした。ありがとうございました。バイバイ。楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。聞いてみましょう。はいはい。じゃあ誰からしようかな。なっちゃんからいきます。はい。なっちゃん、なんと今日が2年ぶりのステージです。わー、素晴らしい。すごいよ。すごいね。あのバスステージっていう超有名なアイドルの1期生だっけ。1期生としてずっとね、あの長く活動してて、卒業して2年ぶりのステージ、モリフェス選んでくれて出てくれたの嬉しい。わざわざありがとう。ありがとう。どうだったステージ。いや、もう震えたんですけど、モリフェスのお客さん、皆さん優しいよって聞いてたので。そうなのよ。そう、みんなニコニコしてくれて嬉しかったです。マスク越しにもありがとうございました。2年ぶりに見えなかったし、もう全然まだいけるから。いや、本当ですか？ちょっと行こう、一緒に。ぜひお願いします。また呼んでください。え、じゃあまだ告知とかも全然ない感じ？いや、もう告知ない。やっはっはふーちゃん次第。オッケーオッケー。告知作ってくださ。なんか呼ぶから。なんか呼んでください。ぜひ、あの今私たち、あの浜口さんがプロデュースしてる、プロデュースやってる、あのメンテナンスっていう、あのアイドル、コントサークルみたいなのに一緒に参加してまして、年に1回ぐらいしか活動がないので、そうなんで、活動を増やしていけるようにね。じゃあ私頑張るから呼ぶわ。お願いします。ということで、